今回のゲームフリーク秘密基地は番組オリジナルキャラクターを作ってみた。そのキャラクターの意外なコンセプトとは。増田さん手掛けのチャンネルアートに新展開も。やっぱちょっとやっぱ存在感のある T シャツ、確かにこれです。めちゃくちゃ立ってるサンダース。サンダース可愛いんですけど。可愛いサンダース。サンダースっていう EV が進化した姿なんですけど、これはどちらで。六本木で EV カフェっていうイベントがあって、一目惚れで即買いに行ってしまったっていう。ここで海野さんから発表がありますよ。お見せしたい絵もございました。絵が、はい、YouTube チャンネル向けのキャラクターを考えてきました。なんか公式キャラクターみたいになる。そうですね。見たいですね、はい、そのキャラがこちらこちらになります。まだ仮の名前なんですけど、秘密ちゃんっていう名前で。かわいいっすね。せっかくだから YouTube 専用のキャラクター欲しいなと思って、はい、杉森に相談しに行って、どうしましょうって話したら、はい、自分で描けばいいじゃんみたいな、こうなんかで、まあもちろんでもその時にいろいろアイデアもらったりとかして描いたんですけど、ちょっとモヤモヤっとしたものを探るみたいなのあるんですけど、いろいろゲームフリークのこう秘密を探っちゃうよみたいなキャラクターなんですけど、まあちょっと謎のお魚が大好きでこう食べてるんですけど、はい、よく見るとですね、わあ、はいはい、ゲームフリークの、はい、まあこう加えてる口がですね、ひらがなのひ、あ、ひ、耳がみ、あ、本当だ、尻尾がつ、へえ、秘密になってますね、はい、で木は、木はない、木はない、木はでも秘密、はい、秘密、すごい、みが二つで耳になってるんですけれども、まあ一応秘密ちゃんなんで、まあ体重秘密で、謎多い、はい、身長も秘密で、うん、性別秘密なんですけど、出身は下北生まれの三茶育ちというか、そゲームフリークの。いつかはなんかここら辺にパクパク喋ってくる、やってくる、あ、いいですね、やってくるかもしれないですね、はい、ちょっと待ってください。何、秘密ちゃん、あ、めっちゃ喜んでるじゃないですか。めっちゃ喜んでる。マジめっちゃ可愛いじゃん。これから苦しいですね、やっぱこう見ると新しいフェアリータイプですよね、はいはい、ではでは、チャンネルアートの経過報告ですよ。ここからどう変わるんだろう。うんのしゃん教えてください。ひみみ、これだけもなんかちょっと味、結構味がありますよ、ね、はい、ありますよね、まあ、これをなるだけ崩さないようにしつも、はい、秘密基地感を出すようにの、まだラフなんですけど、はいはい、持ちしました。早く見せて。こちらになります。わー、秘密基地っぽい。段ボールの背景ですか。やっぱり秘密基地とみんな段ボールで作ったり、いや、そうですね、めっちゃ濃い、で子供が描いたり、落書きしたような感じで、はい、まあ、旗を立てたりとかする。あれ全然いいですけど、はい、まあ、元がいいんですか。あと、もし足すとしたらどこら辺。いや、そうなんですよ、実は少しまだ寂しい感じがしていて、ポケモンね、まあ、足跡とか、ね、ああ、そっか、そうですね、なんかキャラクターいた方がいいかもしれないですね、はい、じゃあそうしましょう。せっかくなんで、うちのアートのメンバーとかに協力してもらって、はい、なんかキャラクターをいいですね、足していくような形にちょっと。ご覧の皆さんも番組の企画を考えてみませんか。ご応募お待ちしてます。ゲームフリーク秘密基地チャンネル登録よろしくお願いします。あれ、ちょっとこれ可愛いなしじゃない。青すんません。